赤線が南海トラフ。日向灘地震の震源域はその西端部分から西側の海域一帯である。1662年1968年17世紀以降に発生した M7.6 前後の日向灘地震の震央を1923年以降に発生した M7.0 から7.2の日向灘地震の震揚で示した。日向灘地震とは 南海トラフの西端に位置する、ひなた灘で起こる海溝型の地震である。ひなた地震とも呼称される。宮崎県及び大分県の沖合にあたる、ひなた灘の海域では、過去より繰り返し大地震が発生することが知られている。日本政府の地震調査研究推進本部、地震調査委員会の報告によると、ひなた灘地震は規模により2つのタイプに分けられ、 マグニチュード7.6前後のものと M7.0 から7.2程度のものが想定されている。いずれも陸側のプレートとフィリピン海プレートの境界面で起こる定格逆断層型のプレート間地震と推定され、震源域は具体的に特定できないものの深さは10から4 0トル付近。九州東岸の宮崎県串間市付近から大分県佐伯市付近までは海岸線が 北北東南南西方向に伸び、その南東側の沖には南海トラフの開口軸がほぼ平行に伸びている。地震調査委員会の報告に用いられた強化領域は、先日の海岸線を北東に愛媛県宇和島市付近まで延長した線の付近を陸側の外縁とし、そこから開口軸までの間の幅およそ100から 150km を領域としている。 海口軸に近い幅 50km 程度は領域から除かれている。今後、日向灘地震が発生した場合、周辺の沿岸各地に地震の揺れによる被害のほか、震源域が浅い場合には津波による被害も生じることが予想されている。特に、九州では宮崎県や大分県、四国では愛媛県や高知県の太平洋側などで津波の被害が予想されている。 M7.6 前後のものは約200年間隔で発生すると推定され、17世紀以降では1662年と1968年の2回が該当すると考えられており、2回とも津波を引き起こし人的被害を出している。また、M7.0 から7.2程度のものは約20から27年間隔で発生すると推定され、 1923年以降は1931年、1941年、1961年の3回、ないし1984年を含めて4回発生しており、いずれも人的被害を出している。2種類の地震を合わせると10数年から数十年に一度の割合で発生している。調査により判明している過去最大の地震は、1662年の M7.6 と推定されている地震であり、ひなたなだの領域単独で M8 以上となる巨大地震が発生した記録はないとされる。しかし、震源域が東に隣接する南海地震などと同時発生して M8 以上の連動型巨大地震となったことがあるという見方もある。例えば、東海、東南海、南海連動型地震と考えられていた1707年、 方影地震は、ひなたなだ地震とも連動した可能性が指摘されている。そして、将来も、そのような連動型巨大地震が発生する可能性があり、対策を取ろうとする動きがある。特に2011年東北地方太平洋沖地震以降、そのような動きが強くなっている。ひなたなだの基地の大地震は、震源域が毎回同一ではないため、発生確率評価においては、 評価領域内のどこかの領域でランダムに発生するとみなして算出された。東北地方太平洋沖地震後の連動型地震への関心の高まりなどを受けて、日向灘地震の震源域を含めた南海トラフにおける地震の評価見直しが行われており、2013年春に公表される予定と発表されている。日向灘付近を震亡とする地震のうち死者が報告されている。 被害地震 M7.0 以上の地震及び最大震度5以上の地震を示す。なお、宮崎県や大分県などの沿岸では、日向灘地震だけではなく、南海地震など、近傍の海溝型地震に伴う地震動や、津波によっても過去幾度も被害が発生している。1854年安政南海地震や1946年昭和南海地震などでは、 九州でも津波の被害が生じており、1901年、奄美大島近海地震では、宮崎県細島で20センチメートル強の潮位変動を観測している。地震調査委員会の2005年の報告では、四国に比較的近い日向灘北部を震源とする1968年の地震のタイプの場合、高知県沖野島で最大の震度6弱、四国南西端、 宮崎市や延岡市など、宮崎県沿岸の平野部で、震度5強となると推定した。一方、九州に比較的、近い宮崎市東方沖が震源と考えられている1662年の地震のタイプの場合、宮崎県沿岸の平野部で最大の震度6弱、その周囲などで、震度5強となり、九州では、前者よりも強い揺れになると推定した。 宮崎県による2003年の地震被害想定では、地震調査委員会よりも陸地寄りの地域を震源域に設定し、道県沿岸の平野部で最大震度6強、地盤の弱いところでは局地的に震度7となると推定した。また津波は、日向灘南部を震源とする場合、南郷町で5メートル町、日南市で4.2メートルをはじめ各地で3から2メートルの波高。 宮崎市で20キロ立方メートル、日向市で15キロ立方メートル、延岡市で14キロ立方メートルが冠水する。一方、日向灘北部を震源とする場合、新富町で4.9メートル、日向市で4.2メートルをはじめ各地で4から2メートルの、波高、日向市で24キロ立方メートル、延岡市で19キロ立方メートル、宮崎市で12キロ立方メートルが冠水すると、 推定した。また被害は最大のケースで宮崎県内の死者約910人、重症者約1800人、長期避難者15万7000人、建物被害2万3000棟、建物消失1万6000棟などと推定した。この想定に対して宮崎県は平成18年度の防災計画において平成27年度までの10年間に想定死者を 半減させることを目標として、防災意識啓発、自主防災組織支援、耐震化の推進、津波避難の啓発、全市町での津波ハザードマップの作成などを計画している。また、鹿児島県による1995から1996年の地震被害想定では、宮崎県よりも地震の規模を大きく M7.8 と設定し、同県内では、また被害は、 条県内で死者約260人、建物大早く3500棟、建物消失3棟などと推定した。ありがとうございます。